ワッキー貝山の夏ガチャ紹介。ワキワキワッキーワッキー貝山です。秋箱さんです。はい、秋箱さん作成の、ね、こちらコスモスボックス好きですね。15日ぐらいですかね。はい、はい、見た目を見た目を見た目。ここからですね、はい、当時のコスモスの、はい、レトロ自販機で当たった、はい、オリジナル箱を紹介するということでですね、はい、じゃあ早速やってみましょう、はい、ね、よいしょよいしょ。あ、もう出てきた。あ、もう出てきた。静かでしたね。静かでしたね。はいはい、コッコって感じでしたね。今回はこちらでございます。ドリンクチリカー、ドリンクチリカーコスモスの、はい、マイクロメカ搭載の精密部、精密部、はい、250円、当時100円ないので、はい、100円で、まあ、101円以上のものが入ってるとすごく嬉しい。当たったみたいな、儲かったみたいな。やったね、はい、で中見ると、はい、これかね、本当はね、本当は、ね、はい、これ拘束したいですよね。ああ、すごい。これは一応取れてないかな。なるほどね。これ始まったすごくないですかね。はい。バラバラのバラバラですね。普通に手で分析してもらうと思うんですけど。はい、ちょっとネジが。これちょっと手を踏みたらきついです。はい、こうバンカンバンって分析すると。はい。こんな感じで。はい。まあ、当時の、これがあの、はい、では、チリカーって言って、はい、あのギミックでチョロキューとかだと、はい、あの後ろにあってプルバック式って書いてないと言うんですけど、チリカーはそこまでなくて、はい、要はうんうんうんって力で、ね、そう、はい、それなんですよ。でもう大きさ的に3センチぐらいしかないので、はい、もう子供の力でも結局その動力を伝えることができずにあまり前に進まなかったっていう思いがあるんですが、まあその一応チリカーが飽きられて、はいはい、なんかよく飲んでるジュースとかのチビカーにしたら面白いんじゃないかって言ったら、まあドリンクチビカーで、はい、あの当時流行ったね、これはあれですよ、アルミン Z。 はい、わかんないです、こっちのなんとか C もオロナミン C もね、一応あるんです。ある。あ、本当、しかもね、ちゃんと作られてない。これあの、なんか話によると、はい、作るぐらいまでマンパワーが足りなかったんですね。逆にバラバラで作る方が、まあ、あの、プラモデルみたいな感じでキット感があるんでっていうんですけど、はい、普通、こうなったらさ、作っててもいいわけじゃない。ここまで。ここまで、マグはあるんだって。ここまでやるなら。これはね、こういう形でね、まあ、子供の手作業としてはかなり、長い深いですね。これはもう、これはあれですね、こっちはまだ、はい、こエンジン部分が出来上がってるけど、エンジンサラサラ作るまでバラバラですよ、バラバラですよ、これこれ作れたのかな。で、確実にもう精密機械というか小さいので、はい、作るタイミングで踏んでやっていいとか、はい、あと、なんか畳の隙間が入っちゃったりとかっていうのがあるので、力入れすぎてどんだけ最後まで小学生が作ったのかっていうのはちょっと分かんないです。ただ、あの当時のね、はい、思い出でドリンクにしたらいいんですけど、はい、なぜ子供たちに、この栄養ドリンクにしてオロナミン C はまずね、はい、まだですけど、ま、アルギン Z とかリアルゴールドって、はい、まあまあ炭酸を覚えてると昭和時代は難しいです、ね、そうですね。でもそれを電気で作っちゃうっていう大人ですね。これがすごい子供に懲りないっていうかね大好きな世界です。すごい、すごい。はい、すいませんね、もうね、物が危ない分に喋っちゃって、ね、はい、はい、パチンスにそれなくドリンクチビカーご紹介いたしました。はい、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今後ですね、この秋元さんが作ったアイスね、はい、コスモスレトロ自販機最後のスタイル、ここからもいろいろ展開していきたい。はい、はい、よろしくお願いします。は